しとり神社は、京都府与佐郡与佐野町三河地地区にある神社。927年編纂の演技式神明町に、式内社として記載される古社である。演技式神明町に記載された、しとり神社は全国に14あるが、2社が京都府北部の丹後地方にあり、そのうちの、しとり神社丹後国与佐郡鎮座について記す。神社そのものと例祭である。 三河地引山祭りが、それぞれ2017年4月、文化庁により、地域の歴史的魅力や特色を通じて、日本の文化、伝統を語るストーリー、日本遺産の単語地理面回路を構成する文化財の一つに認定された。一人神社前記録によって諸説あるが、創建は710年、または712年とされ、お村の石崎山に、 一人大臣が誕生されたのを起源とする。当時、この地域であや二を織ることとなったことから、丹後国一宮の加護神社から回復ただし、笑い師が直命を受けて祭り、第五天皇も信仰したと伝えられる。981年に12位に列し、1223年に現在地に先座された。社殿によれば、昔、神の木の下に人々が集い、 宝物を祀って、供物を飾り、宝器を鳴らして、作付けを占ったと伝えられ、境内からは、銅鐸が出土している。古来、三河地の人々の産すながみとして信仰された。丹後ちりめんに代表される織物は、当地の地場産業であり、祭日には、近在の村々から朝を思った参拝者が軍を、なしたという。近年の修理工事の際に、 屋根2808年に奉納された牧書が見つかっている。古くは神仏集合によって、石崎大明神あるいは石崎しとり大明神等と称されたが、明治初めの神仏分離令により仏教職が一掃され、社号をしとり神社に改称した。1907年、平白と神神社に指定、1873年に尊社に、 1944年11月20日付で、不舎となった。年中行事は、不舎に昇格した当時は4月25日の春祭りと別に5月1日に、方平の酒があり、年2回霊祭が取り行われるような形が取られたが、現在は、春祭りのみとなっている。2017年、霊祭である春祭りこと、三河地引山祭りとともに、日本遺産、 タンゴチリメンカイロー構成文化財の一つに認定された。主祭神は、アモウツチオ神で、竹ハツチの命とも称される。シトリ氏の祖先であり、シトリ大臣と称するウジ子もある。アマテラス大臣が天岩屋に隠れた際に、高見結び人の命を受けて、文夫を追った神で、旗りの祖神とされる。また、武勇の神でもあるとして、共に、武の神である八畑神を、 信仰対象とする事故もある。境内社には、不動から一番手前の大鳥居の右手に、淡島神社があり、拝殿に至る、境内中ほどの右手に、稲荷神社、左手に、若宮社がある。本殿、毎度の、拝殿と連なった、建造物のほか土蔵、帝、社務所等からなる。本殿は、楓年間に一度消失し、現在の本殿は、社蔵の、 歴代記によれば、1821年に建てられた、もので、入りも屋作り、同意たぶきの標準的な一軒者である。正面に、東波付きの後廃を備える。正面及び、側面の三方に縁があり、正面に、木の階段と浜縁が張り出す作りとなり、舞殿につながる。三社正面に、総俺の三からと、両側面に、両開きの板戸があり。 彫刻が施されている。内部は両開きの板戸があり、前後に内陣と内内陣に分かれる。三車柱は、血投げし、内方投げし、台輪で固定され、組物はおだれき付きの二手先組の上に化粧下駄を回し、さらにもう一段、三と組物を置いて丸下駄を乗せて、たるきを受ける、個性的な作りとなっている。後輩の組物は出組で、三車と後輩をつなぐ。 香料上にも組物を置いて、天井は、組入れ格天井となっている。後輩に天井を設ける作りは、江戸時代の丹後地方の神社本殿に共通する特徴とされており、他に宮津市の日吉神社本殿や、成合寺の陳樹堂などに見ることができる。脇障子や扉の彫刻は、鉱石鉱と長寮の古事や、当事士やボタン等が彫られ、 京都市の西本願寺の唐門との類似が見られる。これらの組物や彫刻が、江戸時代後期の丹後地域の神社本殿建築の遺構として貴重とされることから、1996年に府の文化財に指定された。神門は、霧妻の三河羅武器で、平来り、三間一個、八脚単層門となっている。拝殿は、入り模屋造り、三河羅武器、平来り。 ケタユキロ正面に一見後輩を備える。しトり神社境内には、石崎古墳、または、しトり神社古墳群と呼ばれる円墳1号、円墳2号、円墳3号、前方後円墳の4基の古墳があるが、神社との関係は明確ではない。これらは、古墳時代中期にあたる5世紀のものと推定されている。1930年に、史跡保存会が結成された。 古墳群からは、三河地地区一帯や大鉱山を一望できる。境内全体が、府の、四り神社文化財環境保全地区に決定されている。町内の小技、岡田山に、高峰社、梅谷に、小崎工人社、奥山に、あたご社、大道に、恵比寿社、森谷に、五福島社、中坪に、志布なし社、奥地に、大佐岡社の境会社を持ち、福森に、 稲荷社を持つ。三河地引山祭り巡行三河地引山祭り巡行三山江通りへ入る三山江通礼祭は1755年に始まり、当地の地場産業である丹語チリ面の流星とともに発展したと伝わる。かつては八作祭と呼ばれ、旧暦8月1日に行われていたが、1887年頃からかや谷祭りに含まれ、 茅野の天馬神社の祭礼日に合わせて、毎年4月24日と25日に行われるようになった。1991年からは、茅や谷祭りから独立して、火を移し、5月3日と4日に行われている。この霊祭は、三河千引山行事と称され、京都府無形民族文化財に指定されている。三河千引山祭りは、5月2日に行われる、新交祭に始まり、 5月3日に、宵宮、5月4日に霊祭が行われ、霊祭では、神学部の奉納や神招きの儀式、屋台巡行、余興巡行、観光祭が行われる。大登りを先頭に、神楽殿、山屋台、子供屋台など、12機の屋台が巡行する。芸屋台もあり、山屋台と芸屋台は各年で交互に巡行しており、2018年は、山屋台が巡行した。 巡行は、宇治湖六町が組ごとに、揃いの発表をまとって、おののの屋台と共に各組の南村境に集い、三河地発祥の地とされる、梅谷の大登りを先頭に、神楽が先行し、登り、笠木先、新館、ぐぶの人々、屋台の順番で行う。行列は、三河地公民館のあたりで一直線に眺めることができる。 山屋台はそれぞれ伝統の林を奏で、後続の子供屋台が大太鼓を打ち鳴らすが、宮大門にかかり宮前通に入ると、同一の林となる。この林は天神林と呼ばれ、ドデサッサ、ドデサッサの掛け声に、ドデンドンドン、ドデンドンドンのリズムで太鼓が打ち鳴らされる。例祭では、巡行の途上で、神招きの神人が行われる。行列が、 一人神社前に到着すると、神前で儀式が行われ、神学部が奉納される。かつては、神学部も宇治子の、格家の、かまどき嫁に巡回したが、現在は省略され、宵宮に、宮と、各町内で建て祭られている屋台の前で奉納される、ものと、霊祭の出立前と霊祭の儀式で、奉納されるのみとなっている。三河地引山祭りの神招き、神将とも言う。 公妃伝説によると、シトリ神社の祭神である、アモウツチオガミは、川や田を隔てた向かいの明石地区にある主大神社の祭神である主イ・リビメと夫婦であったが、主イ・リビメが大きな権力を持つ大国主名の聖妃となったことで、泣くなく離別させられてしまった。夫婦に神はこの霊祭の時だけ、シトリ神社で共に過ごすことができると伝えられている。屋台巡行の途中、 笠サが奥山側に差し掛かる地点にある筋貝橋で行われる神事では、川に三木と新米を三度奉納し、梅形に地区の代表が見て手倉を掲げて三度東に向かって大いと声をかける。二社の中間点には野田川が流れ、その川岸の松の木の下で、主勢リビメが休息を取っていて、主勢リビメは呼びかけに応じて巡行に加わり、 アう土を神と共に祭礼に参加する。また、主税リビメの弟である、ウの御霊玉の命、雨の太玉の命と天命玉命の兄弟もこの、呼びかけに応じて祭礼に加わり、共同で祭りを取り行うと伝えられている。質の良い木の織物を意味する。人議員、第十九第三十三項1688年、作り。1676年作り。 織物業の衰退で自営業者が減少したことにより、平日の採事では会社勤めのうじ子が参加できず、引山の屋台の組み立てに必要な人員を確保することが難しくなったため、ありがとうございます。